D 型男性枕木直結軌道男性枕木直結軌道は鉄道の線路あるいは軌道に使われる銅床の一種、高架線路、地下鉄などに多く採用されている。バラスト軌道は路盤とレールの間にバラストを敷くが男性枕木直結軌道はコンクリート銅床上に男性材を介して枕木を固定している。スラブ軌道で分岐器を付設する場合は特注品に しなければならないため、スラブ軌道が付設された区間の分岐器の部分に付設されることが多い。高架の継ぎ目がスラブの長さと合わない箇所や、高架の継ぎ目と線路が直行していない箇所にも付設される。バラスト軌道は列車の重量、振動などによる軌道の狂いが生じやすいため、定期的な保守管理を必要とするが、男性枕木直結軌道は、 弾性材を用いるため軌道の狂いが起こりにくく、保守管理の手間が低減される、メンテナンスフリーの省力化軌道である、バラスト軌道よりも設置費用が高い。最新の D 型では、従来の弾性枕木直結軌道とは異なり、同床を破壊せずに弾性材を交換することが可能になっているほか、スラブ軌道よりも騒音、振動が少ない。D 型は、 つくばエクスプレスや福岡市地下鉄七熊線で全面採用されている。つくばエクスプレスでは騒音低下のため消音バラストを散布している。また、降雪機の鉄道車両下部には氷柱や氷塊が生じやすいが、バラスト軌道の場合にはこれらが車両から軌道に落ちてバラストが飛散し、車両本体や窓ガラスなどを損傷することがあるのに対し、 消音バラストを散布していない男性枕木直結軌道ではこの問題は発生しない。ありがとうございます。